もったいない代表の吉原です。今回まとめて買取ショップもったいないをオープンさせていただきました。なぜこういったリサイクルショップを作ったのかについてご説明したいと思います。まず一つ目は、業者様の場合、現場で出てきた廃棄物や、そして事務所や倉庫、そして工場ですね、そういったところを整理するときに出てきた不要品、こういったものをスクラップ屋さんにお持ちに来る場面があると思います。また個人のお客様の場合でも、ご自宅の整理やそして倉庫の整理、こういったときに出てくる不要品をスクラップ屋さんにお持ちに来る場面があると思います。そこで私はスクラップ屋さんの中にリサイクルショップを作ればいいんじゃないのか、こういった思いで今回もったいないをオープンさせていただきました。そして2つ目の理由は、スクラップ屋さんにお越しに来るお客様の中で、まだまだ使える資材、工具、機械、こういったものをスクラップとしてお持ちに来るお客様がいらっしゃいます。そういうものを私の方で製品として買い取らせていただきまして、需要のあるお客様にご提供できればなと思い、今回もったいないをオープンさせていただきました。もったいないでは買い取りの場合、店内買い取り、そして宅配買い取り、まだ準備中ですが随時出張買い取りの方も行いたいと思います。そして店内ではもちろんネットの販売も行っております。ぜひお越しください。具体的な内容については下記もったいないのホームページのリンクがありますので、そちらをご覧ください。ぜひご来店お待ちしております。よろしくお願いします。